また飛んでるわ。面白い。ちょっと来てみて。しょうがないわね。いい方法思いついた？残念。ウサギだわ。ハートレス。ウサギをいじめて許さないんだから。冗談は。はっ。やっやっやっ。悪い人たちは懲らしめたわよ。何かあるみたいね。ついていってみましょう。丘の上に行ってみましょう。ソーラ、ウサギを追いかけてみましょう。してくれるみたいよ。ありがとう。外は広いのね。
また何かいるぞ。ラプンツェル？大丈夫よ。何度も同じ失敗はしないんだから。どう見ても普通じゃないよな。ちょっと調べてみる。気をつけて。平気みたいだな。うん、え？こいつらは。ノーバディだ。お母様が言ってた通り、外は危険なものだらけなのね。違うよ。外よ外。あれ？外よ。ラプンツェルたちは下がってて。平気よ、ソラたちと一緒に戦うわ。うん、でもこいつらは今までのとはちょっと違うんだ。俺たちに任せてくれ。フリン、ラプンツェルを頼む。任せろ、逃げ足だけは誰にも負けない。さあラプンツェル、俺たちは行こう。でも俺も一緒に戦いたい気持ちでいっぱいだけど、ここは俺の仲間に任せよう。気をつけてね、ソラ。今度はノーバディか。初めて見るやつだよ。やっ、はっ、やっ、ほやっ、ほやっ、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 やったー！やったー！せい！せい！それ！それ！せい！そりゃ！それ！そりゃ！これまでだ！やったー！それ！せい！どうだ！せい！やー！Yeah! Ha! See!
ノーバディがいるってことは。ジェイソン来た。うん、出てくるのが遅いくらいだ。いるんだろ、元十三機関。元？ずいぶんな言われようだな。だってノーバディを引き連れてるのは元十三機関だろ。ああ、新十三機関ってのにも入ってるのか。どうでもいいけど。私は新十三機関のマールーシャ。あえて久しぶりと言わせてもらおう、ソラ。久しぶり？知ってる？うん。お前の記憶になくても、私はお前のことをよく覚えている。もっとも、それは消し去りたい記憶だがな。言ってること全然わかんないぞ。わかる必要はない。今後わかることもないだろう。さて、私は頼みがあってお前に会いに来たんだ。頼み？どうせ何か企んでるんだろう。まあ最後まで聞きたまえ。気づいていると思うが。いや、気づいてないな。お前と同行していたラプンツェルという娘はこの世界の大切な光なのだ。光を闇の脅威から守ってほしい。闇側のお前が言うのか。闇は光と寄り添うものなんだよ。我らの目的は決してお前たち光側との衝突ではない。あくまで均衡を保つことだ。くれぐれも頼んだぞ、キーブレードの勇者。ラプンツェルが光。あれ、ラプンツェルたちは？結構遠くに逃げたみたいだね。ラプンツェルたちと合流しよう。あいつの言ってたこと気になるけど。まずはラプンツェルを見つけないとね。マルシャの言うことなんて気にすることないよ。ラプンツェルを見つけよう。Yeah!
そうだよ。よし。どこ行っちゃったのかな。そんなに離れてないと思うんだけど。そらの話、あら俺じゃなくて元十三機関の方だろ。元十三機関じゃなくて、新十三機関のマルシャね。はあ、おーい、ラプンツェル、フーリン、ちょっと、そこの少年たち、ラプンツェルのことを知ってるの？あ、うん、知ってるけど。誰？私はゴーテル、ラプンツェルの母親さ。ラプンツェルが黙っていなくなったんでね、心配で探してたんだ。お前たち知ってるって言ってたけど、どういうこと？さっきまで一緒だったんだけど。あ、降りちゃったんだ。
俺たちも探してるとこ。なんだそうかい。ならお前たちに用はないよ。何としても見つけるよ。黙っていいよ、思ったっけ。マルシャが言ってたことと関係あるのかな。そうさ、聞かないでたこと信じるの。信じてないけど、信じてないけど気になるだろう。そうだよね。闇の脅威から守れとか変なこと言ってたし。ともかく早くラプンツェルたちを見つけよう。うん。ラプンツェル心配だね。早く見つけよう。ラプンツェル、何か事情があるのかな。お母さんも心配してたんだね。